チャック・リーベルはアメリカ合衆国のピアニスト、キーボーディスト、アラバマ州バーミングハム出身。1969年にジョージア州に移り、本格的にプロとして活動を開始。1972年にオールマンブラザーズバンドに加入。クレッグ・オールマンのソロアルバム、レイドバックにも参加した。 1976年にオールマンブラザーズバンドが解散すると C レベルを結成。1982年、ローリングストーンズのツアーに参加。アルバム、アンダーカバー以降のレコーディングセッションにも参加した。以後、2000年代に至るまで、ローリングストーンズのサポートメンバーとして活動し、ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、ロンウッドのソロ活動もサポートした。 ローリングストーンズ以外では、1990年代には、ブラック・クロウズ、エリック・クラプトン等と共演したほか、1991年には、ジョージ・ハリスンの日本公演にも帯同。1998年には、初のソロアルバムを発表。2000年代には、リチャード・アシクロフトのレコーディングにもたびたび参加。ありがとうございます。